今日のお題は石膏だよ。石膏、初めて聞いたものだね。一体どういうものなの？それじゃあ説明していくね。石膏は平干し芋、干し芋を作るときにスライスをした原料芋の両端のことだよ。家で干し芋を食べる際には気にすることはないんだけど、商品として売り出す際は形を整える必要があるんだ。また切り落としたもの以外に、乾燥させる際に身が崩れてしまったものも石膏と呼ばれたりするよ。切ったり崩れたりで形がいびつだけど、味については特に問題のない、よくある訳あり製品みたいなものかな。大体その認識で大丈夫だね。ちなみに形に関しては切り落としたものが棒状になることが多いことから、石膏ではなくスティック干し芋とされることもあるよ。スティックの方が軽く食べやすいかもしれないね。